シアトルのベルタウン、デニーレ・グレード・5番アベニューにある、トップポットドーナツの内装トップポットドーナツは、シアトルの近郊、キャピトルヒルを発祥とするドーナツとコーヒーを扱う、チェーン店。マークとマイケルのクレベック兄弟により2002年2月に、設立された。トップポットドーナツの店舗は、ピュージェット湾の地域に6カ所あり、そのドーナツレシピは、7000を超えるアメリカとカナダのスターバックスの店舗でも、 使われている。また、トップポットドーナツは、シアトルシーホークスとシアトルサウンダーズ FC のホームスタジアムであるクエストフィールドの公式ドーナツでもある。2011年、トップポットドーナツは、ナショナルラクロスリーグのワシントンステルスの公式ドーナツ、およびコーヒーともなった。トップポットという名前は、トップスポットという中華レストランにかかっていた年季の 入ったネオンサインを由来とする。創設者の二人はその看板を買い取り、裏庭に4年間放置していた。修復されるまでに真ん中の S が取れてしまい、トップポットとなった。しかし、ハウ、アイメイドマイミリオンズによると、ある店舗のオーナーは、S は輸送中にトラックから落ちてしまったと述べている。 アメリカ合衆国大統領、バラック・オバマが2010年10月にシアトルを訪れた際、上院議員のパティマリーと共にベルタウンの5番アベニューに、ある、トップポットドーナツに立ち寄った。2011年1月、シアトル市長マイク・マギンは、様々なものとトップポットのドーナツ1ダースを、ニューオーリンズ市長、ミッチランド・リュートの NFL の NFC ワイルドカードゲームでかけた。ありがとうございます。